メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、メチシリンレジスタント、MRSA とは、抗生物質メチシリンに対する薬剤耐性を獲得した黄色ブドウ球菌の意であるが、実際は多くの抗生物質に耐性を示す多剤耐性菌である。なお、生物種としてはあくまで黄色ブドウ球菌であるので、 生物学的な詳細は、同記事を参照のこと。MRSA は、黄色ブドウ球菌が耐性化した、病原菌であり、黄色ブドウ球菌と同様に、常在菌の一つと考えられ、健康な人の鼻腔、咽頭、皮膚などから検出されることがある。そもそも薬剤耐性菌であるため、薬剤の使用が多い病院で見られることが多く、耐性菌は、 抗生物質の乱用により出現する入院中の患者に発症する院内感染の起因菌として捉えられている。しかし病原性は黄色ブドウ球菌と同等で健康な人にも皮膚、軟部組織感染症などを起こし得る。病院外での発症が最初に確認されたのは1960年代に遡るが近年では健康な人のごく一般的な感染症の 起煙菌として見つかることもあり、本菌が病院から街中へと広がっていることが示されている。コミュニティ役割の MRSA は、1999年にアメリカ合衆国で死亡例が見られてからは、外来診療でも留意すべき禁止の一つとなった。CAMRSA は、院内感染での MRSA とは異なり、 ミノサイクリニア s t 合剤、クリンダマイシンが有効であることが多い。本筋が免疫力が低下した患者に感染すると、通常では本筋が起こすことはないような日和り未感染を起こす。一旦発症すると、ほとんどの抗生物質が効かないため、治療は困難である。特に、術後の相部感染、骨感染、骨髄炎、関節炎、感染精神内膜炎、i.e., 臓器の応用は、難治性化し、適切な治療を受けられないと、後遺症ばかりかしの転機をたどることになる。不活化のために80%エタノールが、消毒薬として有効である。エタノール消毒は過保を持たない細菌に有効。院内で感染者が判明した場合、感染者の治療も重要であるが、感染を広げないことも重要であり。 標準予防策に基づく適切な感染管理が必要となる。MRSA の場合、接触感染予防策が重要である。代表的な MRSA に対する抗菌薬は以下の通りである。菌種、クローンによっては、ミノサイクリニアレボフロキサシン、クリンダマイシン、 ST 合剤、スルファメトキサゾール及びトリメトプリムの合剤などが有効か中等度有効であることがある。なお、MRSA に対して ST 合剤トリファンピシンの併用はリネゾリドと同等の効果が見られるとの報告もある。また、国内では適用が取れていないが、欧米ではキヌプリスチンダルホプリスチン、商品名シナシットも有効であることが証明され。 使用が認可されている。バンコマイシンは、耐性菌の出現が少ない抗菌薬として、MRSA の治療に汎用されていた。1996年のバンコマイシン、程度耐性黄色ブドウ球菌、ビザや、バンコマイシンヘテロ耐性黄色ブドウ球菌、テロビザの発見をはじめ、2005年現在、バンコマイシン耐性長球菌、バーのバンコマイシン耐性遺伝子、バナを獲得した。 バンコマイシン体制黄色ブドウ球菌、別サの出現が報告されていくことから、その使用には十分な注意が必要とされている。さらに、ベータ・ラクタム系抗生物質との併用によって、バンコマイシン体制が発現する m r s a も出現している。これは、ベータ・ラクタム・アンティバイティック・インドスト・バンコマイシン、レジスタント・ MRSAA、ビバーと呼ばれており、併用には、 注意が必要である。ペニシリン系構成物質をはじめとするベータ、ラクタム系構成物質は、細菌の細胞壁を構成するペプチドグリカンの合成を阻害することで採用する。これに対して、従来のペニシリン体制ブドウ球菌は、ペニシリン分解酵素を産生することで、薬剤体制を獲得した。そこでこれらの細菌に対しても有効な。 ペニシリン分解酵素によって分解されない薬剤が開発された。これがメチシリンであり、ペニシリン耐性菌の治療に効力を発揮した。しかしながら MRSA は従来のペニシリン耐性菌とは別の戦略を取ることでメチシリン耐性の獲得に成功した。MRSA は従来のブドウ球菌とは異なり、ベータラクタム剤が結合できない、ペプチドグリカン合成酵素、 PBP2 を作ることで、ベータラクタム剤の作用を回避する。この PBP2 というタンパク質は、メカという遺伝子にコードされているが、この遺伝子は DNA カセット染色体と呼ばれる部分に他の薬剤耐性遺伝子と共に集まっており、ある菌から他の菌へ種を超えて伝達されることが解明された。一般に薬剤耐性を獲得した細菌は、 薬剤感受性の細菌に比べて増殖が遅い傾向があり、MRSA もペニシリン感受性の黄色ブドウ球菌に比べると増殖が遅い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。